はい、それではね、Life is Strange Before the Storm の続きをね、やっていこうと思います。学校内に入ったところで、レイチェルにこう腕引っ張られて、ここに連れてこられたところですね。で、なんか今、レイチェルに、ベルトを取ってくれって言われたのかな？ちょっとベルト探していきましょうか。なんか演劇の。テンペストのオーディションを受けたのに。演劇やってましたね、ここでね。ベルト？ペンキもある。演劇部みたいな感じなんでしょうかね。演劇のクラスかな？どうなんだろう。RA に主役は無理。VC には才能がなかっただけでしょう。誰？ RA と VC。K 先生に色目使ったくせに。ピッチ。まさに劇的って感じ。いや、学校ってね、ありますよね、こういうなんね。本当にね。コメントしときましょう。あ、ペイントしときましょう。さて、私からも一言。うん。嫉妬だ、ビッチとか古すぎ。まあ、正論でね、はい。VC と、深い負け犬の役は VC に決定、うん、RA よし、パソコン、これなんて書いてあるの、読む、舞台監督専用鉛筆、ステフあ、舞台監督なの、ステフって、あの DVD くれた女の子だよね、はい、パソコン覗いておきましょう。ネットをするべきかしないべきか、うん、使っとこう。いろいろと思うところは、うん、一瞬で自分のページ見れるんだね。圧倒的に多いけど、うん、これこの、朝見たところだよね。自意識過剰すぎ。レイチェル・アンブ・プレイング、ああ、RA がレイチェルのことだね、うん。VC は誰だ？ビクトリア。ヘイデン、うん、ミランダ役がさっき喋ってた女の子かな。デイナ・ワード、レイチェル、プレスコットもあれなの、書いてあるかな、ネイサン・プレスコットも、あ、演劇のあれなんだね、そういうことか、よし、これは、うん、これ先生かな、エアリアル役ジュリエット・ワトソン、うん、で監督が、さっき言った先生だね、まだいんの、うん、ステフが、ああ、そこにいるんだ。なるほどね。みんな、あれなのかな？仲間なのかな？クロエは特に、こんな演劇部みたいなとこには入ってないのかな？でも呼ばれてたよね。うん、わかんないですね。あ、これで終わりだ。うん。鉛筆立って、ベルト？ベルトどこにあるの？ベルト。これか。これかな？探してみましょう。こんなとこ置いといていいのか、もう、どんと。見られちゃうよね、この普通に、ね、これ誰なの、レイチェル幸せそう、うん、お父さん、お父さんかな、レイチェルのベルト、あ、ベルト、うん、でこっか、はい、レイチェルに私に行くか、どういう関係に、ね、なっていくんでしょうかね、これからレイチェルとね、お、うん、うん、うん、ちょっと待って、こっちじゃないのか。それとなくなんか見えない壁があったぞ、今。何もしてないのに勝手に U ターンした。こっちか。ポスター。こっちにいる？レイチェル。ん？見る。一瞬。全生徒が出演でもしてるのか。すごいね。また、なんかちょっと芸術大学みたいな感じ、芸大っぽい感じなんでね、写真の部とかレイチェルあったりするし、ベルトってこれさあ着替えてんのか、うん、直接渡しとこう、ちょっとチラッと、お着替え中ですよ。無言かよみたいな、衣装素敵だった、まあ可愛い衣装だったよ、衣装素敵だったよ、うん、ありがとう、うん、それで
楽屋に飾る花束持ってきた？次は必ず。もうレイチェルファンになっておきましょう。借りができたか。ちゃんと返してね。じゃあごゆっくり。この距離感まだなんかね、ちょっとふわふわした感じですね。友達になるかならないかみたいな。クロエ・プライス、うん、レイチェル・アンバー、昨日は楽しかったね。よかった。初めてファイアウォーク見たけど最高だったよ。また行こうね。正直昨日の夜が終わらなければいいのにって思ったの。そもそも終わりって何？必然なの？ん？ん？終わらなくてもいい。終わらなくてもいいんじゃない？それ黒いの方はでも、ね、ちょっと慎重はありますね。遠足に出かけない？遠足？え？サボり聞いてみようか、はい、授業吹けるの？マジかよ。変かな。サボるでしょ。最高。上等。来なくちゃ。さてその目だけど、さすがに目立つね。メイクで隠してあげよっか。あ、これで消えちゃうわけ。どうしようかな。まあせっかくなんで隠しといてもらおうか。お願い。ね、ちょっと心配されちゃうからね。さすが。なんか頼れますね。すごい。じっとして。痛いのか。つけすぎじゃないか。勇敢さの代償よ。目閉じて。出来上がり。嘘だ。お、消えた。よし、さすが。ゲームの中だからね。あ、もうサボるのはあの選択肢じゃなかったんだね。確定でサボりだったんだね。せっかく科学の授業を受けようと思ってた。うん。ダメ。サボりにもやり方がある。おお。気が合いそうですね、クロエとね。何してんだ私。こういうとこ日本にはなかなかないですよね。こんなさ、走ってる電車に飛び乗ったりとかないよね。ちょっとこう映画とかでこういうシーンあったりするとこう憧れたりもしますけど、これどこ行き、下手したら怪我するよね。でもね、北かな。シアトルまで行けるかも。どこまで行くんだろうね。帰ってこれんの？座ったら景色が綺麗だよ。エリオットから電話じゃない、科学の授業にどうして何かあったのか。てんてんあった。ドリューノース、ドリューノース、後で話せよ。分かった。そういえばなんか絡まれてる時このエリオット助けに来てくれなかったよね。なんかね、分かった、はい、よし、まあいいや。木箱しかない。レイチェル見る。サボりはいつもだけど、うん、今日はそうだね。いつもなんだよね。なんて書いたのこれ。先客がいたらしい。このシンボル、なんか意味あるのかな。ちょっと読めないけど、わかんないね。木箱、これ動かす。うん。何が入ってるんでしょう。で座る。思ったより重い。うん。いや、割と軽々移動したよ。座るか。座ろうか。座ったら話、飛び降りられるのかな。あ、さすがに無理ですね。はい、よし。レイチェル・アンバーと列車に二人きり。変なこと言わないようにしないと。ちょっとまだ構えてますね、クロエの方はね。私、ビビってる。緊張してんのか。マックスがいたら、なんて言うかな。
しかけた方がいいのか。どうなんだろう。こういうもんなんですかね。まずはそう天気の話から大体ね。いいレイチルだな。間違えてる。え、天気だよ。間違えてる。いい天気だ。そうそう、ありますね、そういうのね。あなた2つのことを同時に頭に考えながら言おうとするとごっちゃになっちゃう。変な感じね。私が誰とも通わず友達いないから。いるでしょ前はね、一人だけ。マックスって子でもっといい場所に行っちゃった。残念ね。不思議ですね。なんかこの3年後の話の方を先にあの経験してるんで、過去の話なんでね、逆らっちゃうんで、キートン先生、礼を言う、礼を言っとこう。ところでさ、ありがとう。学校サボれたから？ちげえよ。昨日の夜、あんたがいなきゃ、この町は。クズだらけね。張りができたな。二人して。だから一緒に来たの？サボるのに理由なんかいらないよ。この状況不思議でしょ。そりゃまあね。誰かといたくて。うん。それだけ？うん。聞いとく？まだちょっと聞くには距離感がありそうだけど、まあ、一応聞いとこうか。なんかあるのかな。ダメだな。それじゃ納得できる。うん、旅は嫌い？だからどこ向かってんだよ。わからないからいいんじゃん。帰れんの？帰れんの？ちょっと結構動いてるけど。いいことしようか。いいよ。何？嘘当てゲーム。何それ。え、文字通り嘘当てゲーム。相手が知らない自分のことを、それぞれ相手が知らない自分のことを3つ話す。そのうち2つは本当で1つは嘘か。ああ。そう、相手は嘘を見抜くってわけ。なるほどね。よし、やっちゃおう。面白そうだ、やろう。行くよ。まず私は両利き。嘘だ嘘だ。生まれはニューヨーク。ファッションとブロードウェイの街、アルカディアベイの監獄生活が終わったら戻るんだ。どうなんだろうな。旅行しないの？うん、今のところは。どこへでも行けるならどこに行く？ロシア、ギリシャ、ハトマンズ。アトマンズ？私はね、いつかエベレストに登るんだ。街から出るってだけで感心したのに。最後は？最後は？最後？真実2つに嘘1つだろ。そっか、私は獅子座。ガオ。ああ、獅子座っぽいね。確かにね。オッケー。ああ、ニューヨーク生まれ、獅子座。両利き。なるほど。両利き。さて、嘘はね。両利き、はい。両利きが嘘だな。はい。残念。マジか。じゃあさ、両手でサインして。どこに？本気？落書きは両親が痛むか？右でしょ。嘘。嘘。ニューヨークが嘘。ああ。生まれも育ちもカリフォルニア。じゃあニューヨークは憧れ？ブロードウェイがね。じゃあそっちの番ね。マジで。一つ目。これ選択肢出んの？何を言おうか。あ、選択肢出そう。嘘から始めるか、真実から始めるか、それともズルをするか。腕前を試してやろう。何それ、メンタリスト。あ、この2つしかないのか。まず真実だね。はい、カントリーミュージック苦手。科学、
海賊になりたかった。おし。子供の頃の夢は海賊になること。うん。今もか。へえ。はい。で真実。科学好きだ。おし。科学が好きだ。おし。マジでタイソン博士を崇拝してる。あ、嘘っぽい。嘘っぽい。うん。いい感じで嘘っぽい。で、最後に嘘を言っときましょう。うん、人を殴って手を骨折したバンドやって猫アレルギー。猫アレルギー、まあエピソード的にこれが面白そう。5年生の時ステファニーを殴って骨折した。嘘でしょ。バレてる。ジュース取られたから許せん。あ、違った。手にメモを書くのは癖。忘れないように。うん、忘れっぽそう。傷もあるのね。傷？何この間。クソ不思議な人ね、クロエプライス。クソ不思議？なんだそれ。いいでしょう。とにかく見破れた気がする。マジか。海賊になりたいのもわかる。船に乗って、うん、喧嘩して秘宝を探す。海賊の話は。本当ね。バレてるな。副船長になる？副船長になる？あれ？応募していいの？どうぞ。何このま。科学が好きなのに科学の成績は悪い。成績悪いと好きじゃダメなのか？学校ではやる気になれない。ブラックヘルは声ダメ。はい。クソみたいなやつがクソみたいなことをする。クソだらけ。クソクソ言いすぎでしょ。本当はどう思ってるの？うん、まあいいや。学校は嫌いだけど科学は好き。本当かな？鋭いな。なぜわかる？骨折の話についてはクロエならどんな子でも KO できるだろうけど、ジュース窃盗の罪は重いしね。そうだろ、うん、でもその傷の原因は別だね。え？それは頭骨遠位端骨折。なんでわかんの？なんでわかんの？なんでわかるの？なんでわかんの？昔手首折ったから。何してんの？要するに、それは手首を折った時にできる傷でしょ。うん。多分スケボーかな。手ついた時に。うん。時期は6年前。なぜそんな詳しい。7。嘘をつくのはうまいはずなの。うん。美人でよかったね。どういうこと？つまり、あなたがついた嘘は一つだけってことになる。うん。ズルするとでも思った？勝てば官軍って言うからね。このゲーム強すぎだろ。私人間観察が得意だからね。ちょっと怖いね。ちょっと怖い。確かにちょっと怖かった今。いや、うん、それにしてもだよ、ちょっと怖いくらいだ。うん、クロエを怖がらせるのは大変そうだけど、まだ父親が検事だと、うん、嘘をつかれることに慣れちゃうんだと思う。どういうことよ。マジ、うん、マジ駐車違反食らったら電話するわ。車持ってないけど。車がなきゃそもそも駐車も違反もできないわな。ありがとうクロエ。何が？ゲームしてくれて、海賊になる夢を話してくれたし。眼帯がかっこいいだろ。ラムも美味しいしね。そうね、話すの辛かったでしょ。大げさだな。悪いけどクロエプライスは決して誰にも心を開かないって街中のみんなに思われてるよ。そうなの？へえ。まあ信用するのは確か苦手そうだね。人を信用するのは苦手だけど、うん、私の過去を知ればあんまりわかるかもな。話さないのかな、クロエは。
とはいえ自分のことをね、一緒に列車に乗っただろ、うん、そうね、この間は何の間はちょいちょい気になるけどちょいちょい気になるね。いやもう一緒に聞いときましょうね、近づきましたね、距離を近づきましょう。だいぶ背高いよね、黒いの方がね。まあ長身ですよね。なんでしょう、いや帰れんのその前にさ思うけどそんなお金持ってなさそうでした一応ループしたら出ましょうか。一応止められるんですけどね、なんかこういい雰囲気なんで、はい、こう線路です、線路じゃっていうか貨物列車でさ、この移動するシーン、あれにもありました、ゲームのウォーキングデッド、1シーズン1の方かな、まあ全然世界が違いますけどね、景色はなんかそれと似てますよね。クレメンタインがね、リーかなに髪の毛切られるシーンとかね、あれもなかなか良かったですね。あのシーンもなかなか良かったですね。うん、髪を掴まれると危険だから切るよみたいなね感じで。あ、行って一回りしたかな。もういいか、いい？いいかな？よし、はい出ましょう。あ、でもあんまりね、このイヤホン2人で聞くってしたことないね、自分。それいいな。うん。昔からロングビーチ時代からつけてるかな。アルカディアベイ以外にも世界があるって思い出させて、ね。ロングビーチ時代っていうのは。いつかロングビーチに帰るか。ここじゃないどこかに行きたい。今すぐにでも。突然どうした？聞いとく？共感しておきましょう、うん、私もこの町は最悪だ、ここにとどまる理由なんかないんだよ。ねえクロエ、私が突然いなくなっても驚かないでね。なんならついていくさ。着いたよ、着いたは？どこだよここ、旅降りて。危ない、絶対怪我するのはい、降りよう。って、うん、どこやこれ。ちょっと待って、ここ、あ、違うか、あの東大のとこかなとか思ったんだけど、前作に出てたね、ちょっと違うかな、近くだったもんねあれはね。こんな公園みたいなところがあるんですね。そしてこれは誰だ？じゃないもんね。東大じゃないか。なんか雰囲気は似てますけど。そう。で、前作ではね、レイチェルが本当にいなくなっちゃうんですよね、話の中。始まる段階でね。いなくなった後の話なので。ちゃんと伏線になってますね。どこ、こんなとこあるんですね。うん。なかなかいい眺めじゃん。よかった。ここまで来たご褒美に新しいゲームを始めようか。ゲーム好きやな。またかよ、うん。いいでしょ、別に。演劇の授業で習ったんだけど。即興でお芝居をするの。うん、演技嘘ゲーム、うん、演技嘘ゲームが得意、一体どっちなんだろうな。何が？感性が豊かなのかデタラメなのか。うん、どっちか分かったら教えて。これは遠くから人を観察するゲームだよちょうどここに
ハイテク機材がある。これいろんなとこにあるんだね。この日本にもねありますけど、100円とか50円入れたら遠くが見えるっていう。嘘。嘘。そんなイラつくしかも。なんて書いた。ああ。最悪。詐欺だ、詐欺だ。持ってた？持ってんのかな？ない。ないんか。財布なさそうだもん、確かに。この辺のもので直せるかも。手先は器用な方だし。お、やるか。じゃあやってみて。うん。道具を探すところから。うん。うん、マイキーから来たよ。望遠鏡を使いたがってる。直してやりたいな。よいしょ。はい、そしたらね、まあ今日のところはこれで、一旦一区切りつけておきます。またね、次回この続きやっていきますので、この後ね、どうなるんでしょうかね。ちょっと面白くなってきます。またちょっとレイチェル自体がちょっとつかみきれないですけどね、性格的にね、どんな人なのかってね。まあそのうちね、明らかになっていくと思うんで。はい、またよかったらね、続き見に来てください。ではこれで終わりにしときます。お疲れ様でした。